あの、そこのあなた。ん？やはり間違いない。何か？驚きました。まさか戻ってくるとは。犯行が発覚した後だというのに。犯行？あ、放火犯や強盗犯は現場に戻ってくると言いますが、あれは本当だったんですね、盗撮魔さん。盗撮魔？何のことかな。階段に盗撮カメラを設置して女生徒のスカートの中を覗こうとしたでしょ。いや、マジで何言ってるのかわからないんだけど。あの、俺忙しいんで。待ちなさい。あなたが履いているスニーカー、それこそが動かぬ証拠。盗撮魔が履いていたものと全く同じ形なのですから、逃げられると思わないことです。はあ、あのさ、さっきから何なんだよ。スニーカーが同じだって、そんな根拠で人を犯罪者扱いするのはどうかと思うよ。同じスニーカー履いてる人なんていくらでもいるでしょ。スニーカーが同じことだけが根拠ではありません。実は先日盗撮魔が現れた時、カメラの前の床に透明な塗料を撒いておいたのです。ブラックライトで光る塗料をね。え？油性ですから1日くらいでは落ちません。今もそのスニーカーに付着しているはず。要するにあなたは自分の体に証拠を身につけたまま、愚かにも現場に戻ってきてしまったというわけです。星稜高校ミステリー研究会に感づかれたことが運の月だったということです。は？ミステリー研究会？さあ、盗撮魔さん、共に職員室に。ちょっと待ってくれ。ブラックライトで光る透明塗料ね。そりゃ気づかないわけだ。だけどさ、仮にそれが俺のスニーカーについていたとしても証拠として弱いんじゃない？校内はいろんな人がうろついてるわけだし、うっかり塗料を踏むことだってあるでしょ。いいえ、塗料を踏んだのは犯人だけです。間違いありません。ずっと見張っていましたからね。一緒にいた体育の先生もそう証言してくれるはずです。いい加減諦めたらどうです。逃げても無駄ですよ。証拠はもう一つあるのですから。盗撮カメラは回収されてしまいましたが、幸い事前に写真を撮っておいたのです。そして私はこの写真からカメラの購入先ショップを特定しました。マニア向けの某ネットショップでのみ販売されている特殊な仕様の商品のようですね。この情報を警察に提供すれば購入者を特定することも不可能ではないはず。捜査の一環ということならばショップも顧客情報を開示するでしょうからね。わかりましたか？逃げても無駄。ここはおとなしく私に従った方が賢明だと思いますよ。
ちょっと話し合おうか。話し合う？詳しい事情は話せないんだけど、今警察を呼ばれると非常に困ったことになるんだ。できれば穏便に済ませたい。ここは一つ、何か妥協案。私が求めるものはただ一つ、真実だけです。同情を引く、脅迫する、買収する、その他もろもろ交渉は通じないものと考えてください。待ちなさい。逃げても無駄です。逃亡するなら証拠を警察に提出しますよ。怪しいな。君、ミステリー研究会の部長さんなんだよね。天沢京子さんって言うんだ。それが何か？そこのチラシに書いてあったんだけど、顧問が辞めちゃって困ってるんだって。以前の顧問の先生が結婚を機に退職されまして、代わりを務めてくれる顧問の先生がいないのです。理事長も代わりの顧問を立てることに後ろ向きで、おかげでミスケンは廃部の危機ですが、ご心配なく。私があなたを捕まえて盗撮魔として差し出せば、手柄を一つ立てられます。そうなればミスケンの存在意義は証明され、理事長も外部指導員を探してくれるはずです。いや、それはどうかな。ミステリー研究会の顧問ができる人材なんてめったにいるもんじゃない。高校の顧問を引き受けてくれる探偵や作家がそう簡単に見つかるかな。まあ確かに難しいとは思いますが。だろ。そこで俺から一つ提案なんだけど。一応聞いてみるけど、いくらあげれば黙っててくれる？はあ？作家や探偵を雇うにもお金がいるでしょ。ふざけないでください。私が買収に応じるとでも？私が求めるものは一つ、真実だけです。買収できるなどと考えないでください。俺が顧問をやろうか？は？あなたが？実は俺探偵でさ、神室町の。え？探偵？そう、八神探偵事務所の八神隆之。学校に来てたのも調査でね。詳しいことは教えられないんだけど。もしかして盗撮カメラも調査のために？そこは想像に任せるよ。守秘義務があるんでね。だけどいかがわしい目的があったわけじゃない。そのことだけは確かだ。覗こうとしていたのはスカートの中ではなく別の何かだった。だけど調査のためだとしたら何のために？誰が依頼を？まさか学校関係者が？ああ、推理中のところ悪いんだけど、いいかな。実を言うと俺としても顧問になれると好都合なんだ。校内でいろいろと調査したいんだけど、沢先生に睨まれちゃってさ。沢先生に？ああ、部外者は出て行けって言われて困ってたところなんだ。だけど顧問になれば
もう部外者じゃない。校内をうろつく大義名分ができるってわけだ。この提案、双方にメリットがあると思うんだけど、どうかな。探偵としての経験はそれなりだ。でかい案件だって解決したことがある。おっしゃりたいことは理解しました。何らかの目的で調査をしていた。そう考えると確かに辻褄が合うことも多い。ですが、まだあなたの主張を全面的に信じたわけではありません。そこで一つテストをしましょう。テスト？ついてきてください。すぐそこですから。あ、おい。ここは？ミステリー研究会の部室です。部室？これが？部活数に対して部室の数が足りず倉庫を間借りしているんです。さあどうぞ中へ。あ、ちなみに他の部員もいますので。元空手部黒帯男子の。そう警戒すんなって。姉ちゃん、その人は？八神さん、顧問候補の人。顧問にふさわしいかどうかテストをしようかと思って。ふーん。どうも、俺は天沢健人。この人の弟です。ミスケンの用心棒やってます。姉ちゃん、いろんな危険なところに首を突っ込みまくるんで。八神さん、おかけください。どうぞ。お、気が利くね。で、天沢さん、さっきの話の続きだけど。ミステリー研究会の活動内容について教えてくれる？一応顧問候補として知っておきたい。ミステリー研究会は私が立ち上げた部活です。基本的な活動内容は、古今東西のミステリー小説を読み批評することですが、必要に応じて課外活動も行っています。つまり巷のミステリーを追うこと。あー、それって要するに探偵みたいな活動？さっきやってたみたいな。トラブルに首突っ込んで回るのは感心しないな。顧問候補としては。誤解しないでほしいのですが、むやみに危険に身をさらすような真似はいたしません。安楽椅子探偵のごとく机上の推理で完結するならばそれがベスト。そうしてもらえるとありがたいね。とはいえ何事にも例外はあります。例えば警察や教師でさえ気がついていないトラブルや事件の匂い、そういった匂いを嗅ぎつけてしまった場合、放っておくわけにはいきません。嗅ぎつけるのはいいとして、その先は警察に任せといたら？危険だし。でしたら八神さんのことも警察にお任せしますか？あ、いや、それは勘弁と。こんな具合に割り切れない事件も多々あるのです。なるほど、納得。なあ、さっき言ってたテストって？あなたが探偵でありカメラも調査のためだった。確かにそう考えると筋が通ることも確かです。ですが、その主張を安易に信じ、天津さえすぐに顧問になってもらうなど不用心すぎます。まあそうだよな。ですので、八神さんの探偵としての能力、そして人間性を見極めさせてほしいんです。その上で判断させてください。あなたに顧問をお願いするか、それとも盗撮魔として差し出すか。なるほどね。だけどどうやって見極めるつもりだ？私たちは今ある事件を追っているのですが、
その調査を手伝っていただこうと思います。事件？そのある事件についてなんですが、八神さんはパパ活をご存知ですか？パパ活？大人が若い女の子にお小遣いをあげてデートしてもらう活動だろ？はい。私が今追いかけている事件はそのパパ活に関するものでして、実はこの高校のダンス部の女子がパパ活をしているようなのです。それが誰なのかまではわからないのですが。ダンス部の子が？まあ問題って言えばそうだろうけど、事件って言うほどか。いえ、問題はそのパパ活女子の身に危険が迫っていることなんです。危険が？情報源が SNS ですので漠然とした情報ではあるのですが、どうもその女子のやり口が悪質で大変な不評を買っているとのことでして。悪質？どんな風に？何度もデートを重ね、お小遣いを稼いだ挙句、頃合いを見計らい雲隠れするそうです。次こそことに及べる、そうにおわせ最後に大金をおねだりし、ドローン。まあ確かに恨みは買いそうだが、自業自得だろう。金払って未成年とデートして文句言うのもな。それはそうなんですが、彼女に逃げられた一人が元半グレのタチの悪い男のようでして、あの女を見つけ出して犯してぶっ殺してやると息巻いていたそうなんです。ああ確かにそりゃ物騒だな。でその元半グレの男、仲間まで連れ出して必死にパパ活女子を探しているらしくて、このままでは危険なのです。一刻も早くパパ活女子の正体を掴んで警告してあげる必要があります。確かに放っておくわけにはいかないな。事件を未然に防げれば御の字だ。そう、その通りです。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。俺もそう思うよ。君たちが追っている事件については理解したよ。テストの内容もな。で、具体的に何をすればいい？何でも手伝うよ。かのシャーロック・ホームズは探偵として様々な人物に変幻自在に化けたと言います。ある時は老婆に、またある時はホームレスに、他者の目を見事に欺き調査を有利に進めていました。潜入捜査ってやつだ。ええ、探偵として必要とされる能力の一つかと存じます。そこで八神さんにはダンス部にアドバイザーとして潜り込み、パパ活女子の情報を探り出してほしい。はあ？俺がダンス部のアドバイザー？実を言うと、私もこれまで何度かダンス部にアプローチし情報を得ようとしてきたのですが、彼女たちの結束は固く、部外者に身内の秘密を話してくれそうになくて。ならば第三者がアドバイザーとして潜入し信頼を得た上で情報を引き出すことが最善策かと。いや、そもそも俺ダンスなんてやったことないけど、アドバイザーはさすがに。そこは大丈夫です。ダンス経験のある先生の方が少ないですし、勉強しながら教えている先生も多い。はあ。それに最近ダンス部は顧問の先生が休みがちで困っているようでして、そこに八神さんが現れ、大人としていい助言ができればきっと信頼してくれるはずです。そういうもんか。うまくいくか。あなたが本当に腕のいい探偵ならばそのくらい何とかしてみせると思います。なるほど、簡単なテストじゃないってわけだが、まあ一般的なアドバイスとかで切り込めばなんとかなるか。さて、そろそろ練習の始まる時間でしょうし、早速向かいましょう。練習場は体育館の地下にあります。八神さん、もし顧問になったらよろしくね。姉ちゃんのテスト厳しいと思うけど
頑張って。ん？ああ。部長は、あ、いました。なんか違うんだよな。だけど何が。西園さやかさん、ちょっといいですか？あ、あなたは。ミステリー研究会部長、天沢です。今日は西園さんにちょっとお話を伺いたくて。え、ミスケン。ミスケンが何の用ですか？うちで事件なんて起こってませんけど。そう警戒しないでください。今日はダンス部に素敵な方を紹介しに来たんですから。素敵な方？ダンス部顧問の先生が体調を崩して最近来られていないそうですね。そうなんです。原因不明の体調不良で2週間に一度来ればいいくらいです。おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとか。はい、コンテストが近いのに。ちょうど今もそのことで悩んでいて。そうでしたか。でしたら好都合。え？あの天沢先輩、確かに困ってますけど、この人は八神さん、ミスケンの顧問になるかもしれない人です。なるかもしれない人？それはともかくとして、八神さんはダンスのことも多少わかるようでして、アドバイスをしてくれるそうです。は？なんでそうなる？俺はダンスなんてやったこと。本当ですか？助かります。さっき見た時からなんか雰囲気ある人だなって思ってたんです。もしかしてプロの人ですか？え、プロ？やっぱそうですよね。捨てる神あれば拾う神ありってこのことです。実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってたんです。ぜひご教授お願いします。いや待った、いろいろと誤解を。八神さん、探偵たるもの時としてライヘンバッハの滝に飛び込む覚悟で困難に立ち向かうべき。違いますか？は？あのいいですかね。今次のコンテストの練習してるんですけど、振り付けがなんかこうしっくりこなくて。みんなもうリズムも掴んで振り付けも覚えて、あとはコンテストに挑むだけではあるんですけど、何か決定的な何かが足りないなと思ってて、でもそれが何かわからないんです。コンテストまでもう時間もないし、本当に焦ってて、あと少し、ほんのもう少しだと思うんです。は。あの八神さん、私たちのダンスどう思います？何か足りないなと思っているんですが。いやそう言われてもな。観察力、探偵としての基本スキルですよね。え？ここはズバッと指摘してあげてください。当然できますよね。インパクトが足りないんじゃないかな。インパクトですか？ああ、ユニゾンもうまくいってるし、振り付けもバッチリ身についてる。ただなんていうか、記憶に残るような派手な動きに欠ける気がするんだよね。なるほど、確かにそうかもしれません。
全体的に無難にまとまりすぎてるんですよね。ただちょっとアイデアが出尽くしてまして。八神さん、なんかいいアイデアないですか？え？インパクトのある動きといえば、そうだな、いっそ踊らないっていうのはどう？え？踊らない？ダンスなのに？そう、一切踊らない。逆にインパクトあると思うんだけど。どうでしょう、高校の創作ダンスとしてはちょっと前衛的すぎるかな。まあそうだよな。だとすると、いっそ歌ってみたらどうだろう、アイドルみたいに。はい、歌って踊れるダンス、インパクトは強烈だと思うけど。その発想はなかったですね。ですが今から歌って踊る練習をするのは。ああ、そっか、まあそうだよね。それなら、カンフーの動きを取り入れてみたら。え、カンフーですか？ああ、カンフーなら派手な動きが多いし、意外とダンスに向いてるかも。確かにカンフーはありかも。実際に格闘技の動きを取り入れてるダンスもありますし。でも私たちカンフーの動きなんてわからないですよ。それなら俺一応カンフーできるけど。え、そうなんですか？まあほとんど自己流だけどね。派手な動きもできる。なら教えてもらってもいいですか？まあいいけど。早速見本を見せてくれますか？踊ってみてください。え、踊る？俺が？もちろんです。カンフーの動作だけならネットで見れますし、それをどうダンスの振り付けにするのかが肝心ですから。ぜひそこは専門家の八神さんに。いやカンフーはできるけどさ、踊れとなると俺素人だし。そうですか、踊れないんですか。八神さん、できないなら今回の話はなかったことに。おまわりさんの番号は。待った。ん？わかった、とりあえずやってみるよ。ダンスなんて初めてだからうまくやれるかわからないけど。サビのところまで30秒間私たちが考えた振り付けをお教えしますので、八神さん流にアレンジして踊ってみてください。お得意のカンフーで。ああ、分かったよ。それじゃあまず最初のステップですが、こんな感じです。できそうですか？ああ、どうだろう。まあなんとかとりあえずやってみるよ。それじゃあ音楽流しますよ。さあ行こうか。
ましたよね。いやそうなんだが、やってみたらできてしまったというか。どんな運動神経してるんですか。八神さん、やっぱり元プロダンサーだったんですか。いやいやいや、そんなことはない、素人だ。素人の動きには見えませんでしたけど。ってことはテンプの才能、ダンスの神様が舞い降りたのかも。どうだろう、カンフーの動きが応用できたのかもな。八神さんに提案していただいた振り付け、早速練習メニューに組み込みたいと思います。今日は本当にありがとうございました。お役に立てたようでよかったよ。あの、もしよかったらこれからも時々アドバイスをいただけますか。顧問の先生が全然部活に来てくれなくて本当に困ってるんです。それに八神さんならなんだか信頼できそうですし。ああ、たまになら。素人なんでいいアドバイスができるかわからないけど、うん、よろしくお願いします。八神さん、部室に戻りましょうか。ん？ああ、どう？ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな。そうですね、正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまうとは。私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのに。あー、なんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。お、そいつはよかった。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的なんとなく察しがついてきましたし。え、マジで？生徒を監視するかのように設置されたカメラ、八神さんが探偵だったこと、そして世間の耳目を集めている江原明宏の痴漢裁判、それらのピースを並べていくとぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がします。まあお仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありませんが。とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。顧問をお願いしたいと。それは助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの、顧問って。ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。名前を貸してもらうだけで顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが、外部の方に部活を任せる以上必要な手続きのようでして。監督役、そういうもんなんだ。引き受けてくれる先生いるかな。そこは大丈夫です。実は以前に理事長が名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え、そうだったの。理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。それでは八神さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。ああ、こちらこそな。八神さん、後でまた部室に来ていただけますか。私たちが追っているとある事件のことでぜひとも相談に乗っていただきたいのです。なんだ、パパ活の他にも厄介な事件が。ええ、それよりももっと厄介かもしれません。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして。
その話は時間がかかりそうですので、また今度詳しくお話しさせてください。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。